観賞用の植物としても、使われている金蓮花ですけれども、これ実は食用になります。この方からですね、いろいろな、あ、これはですね、コールラビンっていう時々あの変わったものが置いてるスーパーなんかには出てるんですけども、この根元のところが球状に膨らんでですね、でこれあの言ってみればあの、カリフラワーとかですね、それからあのあれですね、ブロッコリーとか、あの茎の部分 の、 あの食感になります。これですね、あれ葉っぱの部分なんとなくそのブロッコリーの葉に、ね、似てるんじゃないということが分かってますね。はい、これはあのエスニック料理でよく使われるレモングラスですね。ちょっとあのこっち使っていただいてですね、あの葉っぱをですねちょっとこうこすって、で匂い、手を匂っていただいたらあの分かります。あ、ちょっと見ましょう。まああのご存知だと思いますけど、回しますのでご匂いをね大変ですよ。レモングラスですね。今ご存知だと思います。西洋ではですね、あの歴史として野菜です。はい、あのそれからあの根はあのコーヒーの代用になりますね。代用コーヒーとしてですね、昔あの使われたことがありますけれども、普通にこれサラダとしてね食べられることがあります。タンポクですね。はい、何があります。食用であると同時にあの薬用としてもですね、よく利用されるんですけれども、中国ではあの葉っぱをですね、使うというよりもあの花ですね、この豆花、豆状花をですね、それを摘んで乾燥させて、例えばそれをお茶に入れてですね、菊茶として飲んだり、あるいは、漢方薬として利用したりします。最近ではですね、中国原産のそういう菊がですね、薬用のものが園芸店でもですね、販売されることがあります。はい、じゃあこちらの方へどうぞ。